ステーションチャンネルで僕らは出会った ステーションチャンネルの子供たちだ。ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッ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 パラララ。はい、いい髪型ずっと探してます。毛根探検隊早川ふみや、通称鉄人。これから年末最後、最後っていうかもう大晦日ですよ。大晦日だね。はい、髪切りたいと思います。じゃあ日を収めようか。切りましょう。お願いします。お願いします。 YouTube 始めたんで、サンクスチャンネル登録よろしくお願いします。サンクスチャンネルだって。はい、カタカナだっけ。はい、でサンクスチャンネル。そうです。ぜひ登録ね。はい、お願いします。サンクスチャンネルってさ、はい、俺聞いても大丈夫。大丈夫です。どういうチャンネルなの。どういうチャンネル、でなんかみんなを笑顔にしようみたいな、まあ、そんな感じのチャンネルです。あれはメンバーがもう固定、そうですね、メンバーはまあある程度固定で、はい、メインは4人で。今後チャンネルで何をしていくとかあるの。まだ全然決まってないですけど、うん、とりあえずはまあいろんなことをやって行こうかなっていう超ざっくりな。ざっくりですよ。チャンネルだね。この前何人ぐらいが視聴してたの。第1回はもう1万9000回再生されましたよ。すごいね。多分見た時は。これやっても多分友達とか仲間の何十人かまあ今日はですね、ただただ髪を切るだけの動画配信ですねはい、そういう感じの動画なんで。早川君の髪を切る初めてだよね、こういう風にこうさ切ってる最中にこう配信とかね。確かに。撮影してるの。そうですね。いや今ね、しっかりしたあの何カメラっていうか、あの小型カメラみたいな買おうかなと思ったんですよ。ガチミニ。それで結構ガチなんだよ。あ、でもあれだったら結構楽だから。うん、いいかな。まあでも動画やっぱ撮んなきゃいけないんで、そこぐらいですね。俺1回目はさ、仕事で見れなかったけどさ、はい、1回目は何でした。まあ20踊って本当に、まあ、踊って、あの、なんだ、4人で意思疎通ゲームっていうか、うん、何々といえばみたいな。危ない、手元が震える。いや手元が震えたらこれ大事件ですよ20はそれをさ練習したの。ちょっとだけ。すごいね。え、家でじゃあ一人で やったんだけど。そうっす、うん、でも全然踊れなかったんですけどね。あ、歌って若干踊ってみたいな。それさ動画で撮っときゃよかったね。その練習してる様子さえね。正直ね、踊りは難しいやっぱ違う。そのサッカーをやるのと。いやー、サッカーもあんまセンスないよな。いやいや、よく言うよ。やっぱ踊れる。あのニジプロずっと見たんですけどすげえわ。
違うやったり、もう少し上まで剃ってくださいって、もう少し上まで行って坊主やんか、それはマジ一回どっかで坊主も、なんか坊主、おしゃれ坊主もやってみたいですな。お、行く行く、できることなら行く、どっかのタイミング見てどっかの、なんだそのどっかのタイミングそうなんですよ、大変なんだよ。1回目はいいんだけど、うん、そっからさ、スタイル変えたいってなるとさ、ちょっとやっぱ伸ばしていく過程がすごく大変だよね、うん、ま、去年もそうだったよ ね、 そうですね、ちょっと変えるのに、うん、結構大変でしたよね。そうだよね、あんな感じ、うん、結構悲惨ですよね我慢してる時は。そうね、そういう時に撮影入ると大変だからね、ね、チャンネル登録者数はさ、何万人目指してるのかあるの？いや、増えれば増えるだけなんか今必死なんですよ。え、YouTuber っていうのはさ、もう何万人とかでこう YouTuber って語れるんですよね。でもやったら YouTuber しあ、スタートしてるんもう自称 YouTuber で、 YouTuber あんまりさ、人気出てさ、チャンネルの登録者数がさ増えちゃってさ、そのうち肩書きがさ、はい、新聞とかにさ YouTuber の早川文也とか何かねないんじゃない。確かに YouTuber の早川文也さん、そのうち所属のね、アルビレックスニアとかのウームとかね、なんかそういう会社になっちゃうかもしれない。なんかもう講演の内容がもう次世代の子供たちへ送るみたいな、自分の生かし方みたいなYouTuber 早川にちょっと困るから、ね、ちょっと変わってくるかもしれない。ちゃんと声とかも拾えるようにやっぱマイクとかないといけない。そか、携帯だけだとちょっと小さくなっちゃったりもするから。そうだよね、そうなんですよ、そこもうまくできたら YouTuber じゃん。 YouTuber っすあ、だってなんか全国で CM してる人、ああ知ってますね、今の朝とかだから練習前、あのリラックスルームとかやると流れますよ、自分の CM どう。いや、あれをさ自分で見ると照れる。まあちょっと、いや自分一人で見てたら全然照れないですけど、周りに人いたらちょっと鼻の下で見ます剃るとこねえよってゴメスに言われ、いつも言われるんですけど剃るとこあるんだよ全然。もうちょっとミスターあげたよね、この切ったのが、ね、この違う、うん、まあまあ、こんぐらいなんだけどね、切っても やっぱみんな俺のここいじりたくてしょうがないから、ここぞとばかりに入ってくるんですよ。そうそうそう、いや、でもいいよね、このね、うん、そうですね、大晦日ですから、うん、ね、もう枯れてるよね、もうこの辺とかもうめっちゃ毛落ちてるね。まあ、見えないとは思うけどね。そうね、まあ、心の綺麗な人にしか見えないっていうからね俺の髪の毛はね、汚れてるからさ。そうそうそう、茨城の地元友達いて、うん、その友達から送ってもらったりとか俺今なんか完全に解釈を間違ってた。何ですか？今欲しいものがなくて、はい、で欲しいものっていうリストが自分で欲しいって思ってると言ってると思ったけど、はい、芋が欲しいってことね。あ、そうです、今干した芋が欲しいいや最初欲しいもの
ないのって言われたから、欲しいもん、欲しいもん、まあ欲しいもの、欲しいものじゃなくて欲しいもの、欲しいもの、欲しいものは何だろう。 GoPro もいいけど、やっぱりそのさっき言ってたちっちゃいやつ欲しいし、パソコン欲しいですね。なんですか、もう YouTuber ですね。じわじわ来たけど、なんか俺さ、フミヤにさ、いきなりさ、はい、欲しいもないのって聞かなくて、いや、確かに、いやだから最初も、最近欲しいもばっか食べてるから、なんかもう欲しいもに聞こえたから。なかなか人に聞くことじゃない。いや、ないっすよ、てか、誰も聞かないっすよ。そうですね、一発目でね、なんかの分、ね、うん、こう、会話の中で聞くことはあったんで、ね、いきなり欲しいもないのないってね。大体ないっていうね。最近ハマってるの。こっちもハマってますよ。小腹が空いたら欲しい。さ、でも YouTuber セットはさ、はい、じゃみんなバラバラでやるわけじゃん。そうです。ただみんなが揃えなきゃいけない。そうです。まあまあ、おのおのがおのおののツールで。そうだね。その辺の情報も共有しながら、だから結構俺、あのちょっと前まであれ見てたじゃないですか、いろんな家電、家電っていうか、ああいうカメラ系。そこが始まりなんですよ。あそこら辺からそういう話があって、で、どういうのいいかなと思ってずっと調べてたんですよ。いいね、楽しそうだね。うん、やったことないですからね。またね、新しい分野の挑戦ですからね。まあでも、千葉さんも来るんで。はい、こっちに。YouTuber、はい、もうサッカー選手か YouTuber かってね。千葉さんも来てくれるから、そしたら2人で撮れたりもするじゃないですか。そうだね、それはすごいいいな、心強いね。はい、いや、まあ動画とかをさ、編集するアプリでやるか。まあ、編集してくれる人もいるんですけど、なんか使ってるんで、でもよくああいう編集できるなと思って。なんか自分でさ、やってる人もいるからさ、うん、でもまあ難しいですよね、ああいう動画の編集もね。すごいよね、うん、YouTube 面白かった、そう言ってもらえると嬉しいですね。いや、いいね、うん。ああ、でも俺昨日来たお客さんが、みんな面白かったって言った。本当ですか。で、俺仕事でごめん見てないんだよねって言って会話が終わってしまった。そこでもう一番見てるであろう人間にその話題を振ってみたら見てないっていうって言われて、ちょっと申し訳なくなっちゃった。一応聞いたら、なんかね、同世代だって、年一緒って言った。すげえな、すげえなって言ってた。あれちゃん、すごいっすよ。ちょっと、現在の状況だいぶ整ってきましたね。いやね、ちょっと、いつもの早川文江に戻りつつあるよ、これ。こんな感じです。これ映ってます？映ってる。また来年の抱負みたいなさ。抱負ですか？なんだろうな。ありますかね。まあ、サッカーで聞いてもあれだからさ、うん、なんかこうプライベートでさ、こういうことやってみたいとかさ、なんか始めてみたいとかさ、うん、なんだろう、なんか最近別に犬飼いたいとかっていうのはずっとあるんですけど、うん、そ
横でいつも揺れ動いてるんで。犬種は？なんだろう。友達の家があれ飼ってるんですよ。シュナウザー。可愛いなと思って。ちょっともじゃもじゃなのか。まあ、俺犬飼ってるけどさ、かわいいよ、すごく、すごくいい。なんかさ、あの、吠えたりするじゃないですか、たまに、うん、人が来たりとかすると、わかんないけど、うん、そうすると雷とかで、そうですよね。だからそうするとちょっと周りに迷惑かけちゃ嫌だから、本当にもう、吠えない犬がいいです。そんなの言ったら、そんな犬はいないんだろうけど。本当に、ね、おのおのやっぱ性格があるからね。本当に吠えないやつできたいのがいいです。でも大型犬ってすごいあれなんですよね、そんなになんか吠えたりとしないですよね。あー、なんかそんなイメージだね。無駄吠えするイメージはないな。ヤム犬はあってきたんですけど、ヤムケンが一番忠実だな、俺に。一番いい犬種だ、あれが。そうだね、ヤムケン、そうだね。でも最近、忠実だったんですけど、うん、最近ちょっと反抗的な飼い主になんか攻撃立てつくよ。そう、攻撃性がちょっと最近増してきて、危険な犬なんですよね。押しつけないとダメなんです。そうだね、そのうち、フミヤ君やってくる。なぜ？いや、平気でやってきますよ、最近。髪切った直後だね。あと一発パンチ食らわすんですよ。ヤブラコーヒー部で一緒だもんね。そうなんですよ。どっかコーヒー行くとすぐ怒る。ほんと仲いいよね。ヤブにさ、あれ何してたって聞いたらさ、大体さ、フミヤ君とのコーヒー飲んでました。フミヤ君とのさ、毎回言うからね。ペットだ。かわいいですよ、ヤムラが。かわいいね、ヤムかわいいよね、うん、なんかね、写真撮る時のね、あの顔がもう、めっちゃかわいい、うん、パッと見ね、こう知らない人はなんかちょっとゴリゴリした感じだからね、うん、こう怖そうに見えるけど可愛いよね、はい、なんかこういうのはさ、なんかカットの動画とかさ、うん、上げてる人たくさんいるけどさ、うん、すごいな、うん、恥ずかしくてしょうがない。お酒飲むだけの動画とかもあるじゃないですか。あれとかもまあまあまあ、そうだね、自分がの日常の中を切り取ってるからあれだけど、 そうだね、それもまた見ちゃう人もいるわけじゃないですか、うん、まあ、面白いですよね。何に需要があるのかって考えるのは結構、そうだよね、ね、マーケティングですね。難しいですね。俺見ちゃうもんな、なんかおじさんの一人旅とか見るんだよね、うん、たまに俺キャンプとか見ちゃいますよ。そうだよね、うん、キャンプ動画めちゃくちゃ多いよね、今ね、うん、キャンプ腰はどっちなの？腰かな。よくこの問題あるよね、うん、まあでもどっちも好きですけど、あんまりあんこのこだわりはないっすね。あんこは好きだけど、たまにいるじゃないですか。いや、つぶあんは無理だなとか、こしあんはない無理でしょうって言うけど、それ本当のあんこ好きじゃないですからね。違う。はい。それは違う。一応なんか毛根探検隊っていう感じで言ってるんで、僕毛根探検隊、いい髪型探してます、毛根探検隊で。まあさ、いつもの
なってくるな、うん、いなくなる、いなくなる僕いつもすぐちょび毛生えてきちゃうんですよね。たまに自分でやるんですけど、ちょっと放置するとまたすぐちょびちょび生えてきちゃうんですよね。カミソリ、こういうカミソリ使ってるの？アイジの。アイジの、はい。あんま切れ味良くないです。そうだよね、うん、
増えればいいか。この位置だ。筋トレしてきてよかったね。うん、今年このために鍛えたんだ。腕を。右の肩だけ。
うぜえか。痛気持ちいい感じです。筋肉痛は乗らない方がいい。いやでも当日はやんない方がいいんですけど、うん、大丈夫なったら飲んだ方がいいです。飲んだ方がいいっていうか、どうします。飲んだ方がいい。おっしゃ、完成です。ありがとうございます。 OK、 はい、バッチリですね。ありがとうございます。それではありがとうございました。登録よろしく。